はい、どうも、酒好きな元新潟人のユッキーです。今回はですね、こちらの、船口菊水一番搾りのスパークリングに、まあちょっとね、実に、もったいないなと、思うことがありまして、ちょっと動画を撮らせてもらいます。まず、ちょっと今ね、メモ帳これ、まとめたんですけどね、ちょっと、長々とちょっと話すんですが、申し訳ありません。まずはじめに、これから話すことは、リカーマウンテンさんと、菊水酒造さんに対して、恩をあだで返すような話になります。自分でもそれは重々承知ですが、長々と言わせてもらいます。この船口菊水一番搾りのスパークリングの問題点について、ちょっと、緊張してきたね。船口菊水一番搾りは確かに、今や、どこのコンビニでも取り扱うほどの商品になりました。ですが、今まではそうでも、これからの未来については売れるという保証はどこにもないわけです。で、ただでさえ、若者の酒離れというよりは、若者の金離れが進む中、消費税は上がり、小麦や魚など様々な、ものの物価が上がるのにも対して、給料は上がらないという現状。そして日本で生まれた酒のジャンル、まあ日本酒にもかかわらず、実際には、若者はじゃあ日本酒を飲まずにビールやチューハイを飲んでいるという。これおそらく事実だと思います。主に、日本酒を愛飲しているのは、まあ、多分高齢者の方っていうのが多いと思います。そしてこの高齢者の方というのがやはり問題になってくる。少子高齢化の、今日本。だからこそ、まあ今は売れてるんですけれども、この高齢者がどんどんお亡くなりになった後は、どうなるか。明白でしょう。どんどん日本人は減少していく。日本人が減少すれば当然、日本酒を製造する、酒蔵の次の担い手、つまり、まあ、菊水酒造さんであれば、その味を、作り方を、伝統を、継ぐ人がどんどん減るわけです。で、その結果、次々に、潰れていく。まあ、会社がね。もしくは、酒蔵の日本酒の味自体が、当然変化してくるわけですよ。まあ、だから、酒蔵のその次の担い手が、まあ、不十分、まあね、その作り方とかが、まあ、不十分で、っていう感じで、まあ、継がれていく。ことがもう、まあ、大体想像がつくじゃないですか。だが、しかし、日本にはですね、日本人だけでなく、外国人もたくさんいると。まあ、特に東京とかね、大阪のあたりは本当に多いと。で、実際にですね、日本酒というのは、外国人にも、まあ、メジャーな存在となってですね、世界的にも注目されるジャンルになっています。とすれば、外国人をターゲットに入れて、さらに日本人にも何らかの手段で日本酒を飲んでもらうという活動を、積極的に行う必要があるわけです。まあそもそも、そういう活動っていうのはまあ積極的にね、まあ行われているとは思うんですが、でですね、日本酒を飲んでいる、人は日本人ならば、男性か女性かでどっちかって言ったら男性の方が圧倒的に多いっていうのは間違いないと思います。
だからこそですね、まあ、女性にも日本酒の美味しさを理解してもらうような日本酒が多々発売されていますし、外国人にも同じことが言えます。で今まで僕はですね、まあ、たくさんのお酒を飲んできました。酒好きな、まあ、俺だからこそ、まずくなった酒が多々あり、それについてクレームも多々、入れております。まあ、有名なんだと、札幌のエビスビール。ね。で、ウイスキーだと、ボーモア12年。そして僕が一番、好きな酒の、企業である、宝酒造の、焼酎ハイボールのドライも、好きな企業だからこそクレームを入れているというわけです。企業からするとですね、まあ、美味しいという意見も非常に重要なんですが、最も重要なのが、まずくなった。いや、まずい。いや、味がおかしくなったと。変化したと。という、クレームの意見なんですよ。うん。このクレームが重要なのは、社長ならばですね、当然、喉から手が出るほど欲しい意見だということは知ってるとは思うんです。逆にこのクレームを入れられなかった場合。うん。まあ、つまり、ああ、まずかったわ。まあ、めんどくせえからクレーム入れねえわ。っていう場合。いや、そのクレームを無視した。まあ、企業が無視したと。クレームを入れたんだけども、しかとされたと。というと場合、どうなるか。うん。まあ、当然、不利益になるんです。最悪の場合、会社が潰れるんですよ。うん、僕もですね、食品の製造業とか、長年、ちょっとしてきたんですが、まあ、異物混入に対するクレームが腐るほど来ると。髪の毛一本でもクレームの嵐。そして、一番最悪なのが、ガラス片の混入。この場合ですね、もしガラス片の混入があった場合、まあ、はっきり言ってですよ。100年続いた会社でも、一瞬で、会社がその、企業が、傾くどころか、下手したら潰れるという、可能性すらあると。だからこそ、まあ、異物混入に対しては徹底的なね、対策をしてるわけです。長袖長ズボン、髪の毛が落ちないような、ズキンとマスク。手には手袋。そして1時間ごとに、粘着テープのコロコロによる、髪の毛の除去。だがしかし、人間がやはり、作ってる以上、それだけやっていても、髪の毛というのは必ず出てしまうんです。そして、その部署ごとに目視で確認して、いるのにもかかわらず、出てしまうと。うん。で、その目視の確認によってですね、まあ、いわゆるベルトコンベアみたいなね、こう、バーって流れるんですけどね。まあ、それによって、どこの部署で異物混入があったかっていうのが判明するんです。そして、その部署の、まあ、責任としてね、責任として、ね、ボーナスが減るという、結果になると。当然、味の変化もクレームになると思うんですが、異物混入の方が圧倒的に多いんです。まあ、食品の場合はね、食品の場合はですよ。うん、で、まあ、お酒の、まあ、企業で働いたことはないので僕はわかんないんですけれども、お酒の場合は、まあ、飲み物ですね。味の変化というのは非常に重要な問題。ものすごい大きい問題なんです。うん、まあ、だから、ジュースとかね。まあ、異物混入っていうのは、そうですね。まあ、ジュースとかだったら、まあ、そういう飲み物とかだったら、まあ、そんなに入ることはない。とは思うんですよね、うん。ですが、味が変わったと。となると、まあ、全然違う。だからもうびっくりするのが、だからね、エビスビールとボーモア12年。で、宝酒造のまあ、焼酎ハイボールドライは、本当にびっくりして、なんだこれと、まあ僕は思ったわけですけどね。うん、僕はまあ一人の酒好きな人間であると同時に、一人の消費者でもある。わけです。で、お酒はまあ好きだからこそ味の、まあ、お酒の味の変化に、対してはですね、非常に敏感であって、それで、まあ、
明らかにちょっとおかしいなと。いう場合は、まあ、クレームを入れると。これに関してははっきり言って、一本も譲れないんですよ。うん。うん。ではですね、長々とこう喋りましたけれども、ようやく本題に移りましょう。こちら、船口菊水一番絞り、スパークリングの問題点です。をいくつか挙げましょう。まずは動画でも言っていますが、冬にスパークリング日本酒というのは売れないということ。あ、これ全部これ俺の意見だね。俺の個人的な意見ですよ。うん。まあ、それ人によりけりなんですけど。でですね、飲み頃温度っていうのがロックや冷やして飲むことは書かれてるんです。ここにね。はい。オンザロック。冷やして。で、冬はですね、日本酒飲んだとしてもですね、冷やしてとかよりも常温だったり缶にして飲むことの方が、まあ当然多いと、僕はまあ思ってるんですけれども、まあそれが全くの真逆であるということがまず一点。特にまあ僕のような冷え性にはかなり、辛いものがあるんですね。うん、そして二点目、微炭酸であるということ。これがまあ非常に重要なんです。炭酸を売りにしてるにもかかわらず、冷やしてストレートで飲んでも非常に弱い炭酸、微炭酸と、うん。まあ、例えるならば、CC レモンぐらいの微炭酸系ですね。うん、まあ、確かに日本酒にね、二酸化炭素を、ね、無理やりまあ加えると。まあ圧力でバーッと、まあ、加えてるとは思うんですけれども。まあね、炭酸水とかね、に比べたら圧倒的に、まあ、弱くなると。これはわかるんですよね。だがしかしね、ロックにした場合、まあ、さらにその微炭酸をね、さらに、氷で、こう、シュワシュワっとこう、なってしまうと。まあ、飛んでしまうと。さらに微炭酸になってしまうと。まあ、これはロックで、まあ、飲むことを推奨しているにもかかわらず、一番のね、アピール点である炭酸が死んでしまうということには矛盾があるんですよ。うん、で、この点はね、まあ、非常に試行錯誤すべき点だとは僕は思います。はい。そして最後の3点目です。値段が高いということです。通常の船口の菊水一番絞りよりも、容量が 70ml 増えた上に、さらに炭酸を加えているから当然高くなるのは当たり前なんです。ですが、船口菊水一番絞りの希望商売価格が265円なのにも対して、このスパークリングが398円と、価格が約 1.5 倍にもなっているということです。でですね、この価格というのは非常に重要なもので、ね、安ければちょっと買ってもいいかなという、ね、思うのは普通です。で、若者のまあ金離れが進む現状でですね、価格が高いというのは非常に重要な問題なんですよ。うん、そもそもですね、なぜこの 70ml を増やしたのか。まずここに疑問が浮かぶわけです。船口菊水一番絞りと同じ 200ml にすればよかったのではないかと。そうすれば確実にも値段が下がるわけです。で、日本酒を飲まない人でもちょっと飲んでみるかという、買うわけですね。で、買う。まあ、つまり飲む。買って飲む。これがね、まあ、非常に重要だと。買うか買わないか。つまり、飲むか飲まないかと。飲まなければ味なんてわからないわけです。本当に美味しいならばですね、一回飲んだらもう一回買って飲むという選択肢が出るのにもかかわらず、その値段が高い。だからこそ、一本でいいからどんなものか試しに買ってみようというような価格帯で売る。というのは非常に、常識ではないかと思います。この 70ml 多いこととですね、缶の形状から察するに、まあ、キャップを閉めることができる。これですね、キャップ。うん、普通の、船口のあれだと、キャップはまあ、そんなに簡単に閉まんないんですけども、ね、まあ、こういった感じで、しっかり閉めることができる。ということはですね、
この 70ml 増えた上で、キャップをつけている。ということは、量が多いから半分ぐらい飲んで次の日に飲む。というような、ことを、まあ、考えての形状、もしくは、まあ、炭酸の圧力に負けないような形状と。まあ、こういった、まあ、円柱形ですよ。だとは思うんですが、締めなければ炭酸が抜けない。違う、間違えた。締めれば炭酸がじゃ抜けないのかと。果たしてそうでしょうか。これほどの微炭酸ならばですね、確実に抜けるんです。でなぜ 70ml 多くしたのかというものにまたもう戻ってくるわけですね。まあ帰ってくるわけです。疑問残るんですよ、これ。で、これに関してはまあ僕は関係者じゃないのでさっぱりわかんないんですけども、まあこの点もいろいろとまあ社内でね、議論するべきだと僕は思います。スパークリングが船口、菊水一番絞りと同じアルミ缶である点と、まあ、アルコール度数が同じである点は確かにいい判断のようには思えます。ですが、まだまだこのお酒にはですね、もうちょっと可能、もっと改良するべき点が、まあ、いくつかあると思います。同じ原材料で同じアルコール度数を保ちつつ、まあ、いかにして、全く別の体験をさせるかどうか。それを炭酸を入れたことで違う体験をさせたという結論に、ま、至ったと思います。菊水酒造さんの方はね。ですが、実際はですね、ただの微炭酸の船口菊水一番絞りであること。やはり無理があるのではないかと、僕は思います。そして、まあ、これは、高校以降、ま、僕の意見ですね。はい。で、具体的にじゃあどうしたらいいのかと、まあ、僕はちょっと考えたんですね。で、当然、船口菊水一番絞りと、このスパークリングの差別化を考えなきゃいけない。うん。まあ、同じようになったら意味ないんですよ。買う価値ないんですよ。うん。で、いかにして差別化をするか。まあ、僕の考えでまず、新潟県と、まあ、東京都で、日本酒を好きで飲んでいる人の年齢層のアンケート、年齢層をですね、アンケートでまあ調べる。まず。20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代、90代、100代と、まあ、統計を取るわけです。で、新潟県民だと、日本酒は非常に馴染み深いお酒である。なので、まあ、僕も中学生とか高校生ぐらいか、まあ正月とかにまあおみきとしてね、まああとあれなんですけどね、賽の神とかいうね、賽の神っていうまあなんかまあイベントがあるんだよ。であそこでまあおみきだとかって言ってまあ飲まされてきたわけですけどもね。だがですね、東京都ではじゃあどうかと。まあ、東京都といえばもう、一点集中してむちゃくちゃ多いという人が、腐るほど多いと。うん。で、これをもう、両方東京都と新潟でこう調べるんです。当然新潟だったら、まあ間違いなく飲んでる人多いんですけど、じゃあ、東京都の人間で日本酒をね、好きで買って飲んでるという人の、まあ、いわゆる女性か男性かで、さらに、まあ、年代順にこう、統計を取るわけです。で、ほぼ間違いなくですね、20代と30代、まあ、日本酒よりも酎ハイの方が飲んでいるという割合が多いはずなんです。まあ、これは俺の、予想ですけどね。さらにですね、アルコール度数が最近、まあ、9% の酎ハイというのは非常によく、若者で売れているということです。が事実なんですね。うん。若年層に、ただでさえ日本酒を飲まない人間がですね、アルコール度数が 19% と。普通の日本酒 15% なのに関わらず、この 19% で飲むやつがいるかということです。当然、チューハイとかビール。ね。
もう、逆にもう言うと、アルコール度数 3% とかのさ、ね、チューハイとかも売れてるぐらいだからね。まあ僕ならばですね、炭酸の強さを他のチューハイやビールと同じようにするために、あえて、船口キクス一番搾りの、スパークリング。これのアルコール度数を、もう約半分にします。今19度なんですけど、これも半分にして、アルコール度数を 9% にします。うん。まあ、つまり、チューハイ、9% のチューハイと同じにする。9%。まあ、半分をね、まあ、ただ単に、まあ、炭酸水割ったという、非常に単純なんですが、これは非常に重要な意味を持つと僕は考えてます。半分をですね、炭酸水で割るとなれば、当然、価格は低くできる上に、炭酸の強さが増すというメリットがあり、なおかつアルコール度数を、低い、若年層が好む、まあ、望むは 9% ぐらいと、にしたことによって、手に入りやすい価格になる。となれば、それを飲んで美味しいと思ったならば、それの原酒である船口菊水一番搾りを飲んでみよう。ね、アルコール度数 19% なんだけど、飲んでみようかな、ということにつながるわけなんです。で、日本酒はですね、まあ15度とアルコール度数がまあ高い。まあ、チューハイとかビールに比べたら圧倒的に高いわけです。ですが、チューハイと同じ 9% くらいなら飲んでみようかな、と。いう気持ちはなりやすいと。まあ思います。そして購入して飲んで買わなければですね。購入してまあ飲んでもらわなければ、その美味しさ自体がわからないわけですから、相当重要なんです。まあつまり0か1かなんですよ。うん。0を何倍にしても1にはなり得ないんです。そしてこの船口菊水一番搾りはですね、炭酸水で割っても、まあ甘い日本酒。まあ、日本酒度が結構低い、まあ、甘めの、まあ、ものなんで、まあ、多分、非常に飲みやすいんではないかと。実践してみましょう。実際に飲んでみましょう。大体1対1ぐらいで、多分ちょっとこう多いか。ちょっと炭酸水の方が少なかったかもしれないですね。まあいいでしょう。乾杯。これはね、甘いんですよ。この日本酒は。まあ、甘いっていうのは、まあ、そうですね。日本酒の、まあいいや。十分甘いです。うん。
やはりこの甘さっていうのは、やはり、新潟県の日本酒だと、大体淡麗辛口なんですが、この菊水、一番搾りは、まあ、非常に甘めな、うん、日本酒なんで、まあ、非常に飲みやすい。まあ、飲みやすいんだけども、やはり、スパークリングという銘打ってるからには、この炭酸の強さっていうのは非常に重要なんです。うん。確かにアルコール度数が 19% で炭酸というのは、まあ、確かに、まあ、なんていうんですかね、古典的というか、その、まあ、なんていうんだろうな。まあ、伝統を受け継いで、こう、ね。全くもう変えてないという、うん。まあ、そこは確かに、まあ、うん、まあ、わからなくもないんですよ、確かに。まあ、船口菊水一番搾り。は炭酸水で割っても甘い日本酒なんで飲みやすい。で、これをきっかけにして普段飲んでいない日本酒に手を出すという消費者が、ということにもつながるわけです。そうなればですね、日本酒というまあお酒のジャンル自体にも関心が湧いて、まあ関心が向いてくるのではないかと。つまり全体的にその日本酒というのがまたその人、飲んだ人で、こう、ハマっていくみたいな。うめえじゃん、みたいな。ね？うん。で、時代とともにですね、思考が変わるというのは仕方ないことであり、それに合わせて変えていくというのも、重要だとは思うんです。うん。確かに逆に、だから、変えないというのも確かに、わかるんですよ。それはわかるわかる。わかるんです。わかるんですよ。当然。だけれどもですね。うん。味を変えずにその酒をですね、まあ、ウイスキーのハイボールのように単純に炭酸水で割るということで飲みやすい、まあ、日本酒のハイボールになる。ね。ウイスキーは飲めないんだけど、ストレートとかで飲まないんだけど、ハイボールにすると、まあ、炭酸で割ったら飲めると。うまくなった。これも非常にまあ、どこでもサントリーの角瓶のハイボールがもう居酒屋とかでどこでも売ってますから。まあね、販売してますからね。つまり日本酒のハイボール、日本酒ハイボールになると。だからこれだったら日本酒ハイボールじゃないんですよ。あまりにもその日本酒のハイボールと呼べる炭酸の強さではない。で、だからこれによってですね、まあ、メリット非常に多いと思います。ウイスキーのハイボールでも非常にまあ重要なのがですね、まあ、炭酸水の炭酸の強さです。で、カクテルとかもまあ同じと。非常に重要で。だからこそ炭酸の強さを無理やりでもね、強くする。これは一番改良するべき点だと僕は思います。はい。まあ、ちょっと長々とね、語ってしまったんですが。それではまあ、一酒好きとして、一消費者として、まあ、この動画で、まあ、菊水酒造さんの船口菊水一番搾りスパークリングの、まあ、問題をね、問題点。っていうのをまあ動画にしてみました。はい。で、同じ、まあ、新潟県新発田市出身の、菊水酒造株式会社さんの、ますますの発展を心より、願っています。ありがとうございました。